はい、皆さんこんばんは。今日はですね、パジングをやっていこうかなと思っております。シオタックルはいいのかな。結果美人エア AGS A64 LFS ですね。まあ6時前ぐらいかな、5時半。食いましたね。これはでも味じゃないな。荒株っぽい、目魚っぽい引きですね。アホでしたね。お、いいとこにフッキングしてる。はい、リリースしたいと思います。ちょっとね、大きく待って、ありがとう。ジグヘッドを 0.5g ですね、アジスタの SS ですね。アームがジャッカルさんのぐらいの 0.5g ですね。どのぐらいの沈下速度なのかっていうところがまず大事ですね。僕初心者なんでそこら辺まだ全然つかめてないんですよね。なんでちょっと具合で今確認したいと思います。結構思いのか早いですね。これはいいね。メッキか。メッキですね。はい。これが GT になるらしいです。ね、すごいよね。24、5か。ワームが匂い付きのガルクですね。久しぶりに使います。どうだろう。ボトムじゃない感じですね。やっぱりもうこの辺ですね。来ましたね。はい、食いましたね。あー、これだ。バレましたけどボトムじゃなかったですね。やっぱりドンと増とします。上からまあ2メートル、3メートルぐらいですね。この辺で。お、なんか跳ねましたね。ちょっと投げてみます、跳ねたところに。単純に今ただ巻きで0.5g なんで、ちょっとスローな巻きで。あ、当たるんですけどね。ちょっと待って。ちょっとね、ワームの方が大きいんでしっかり食ってくれないと厳しいですね。この辺をどう。
サイズ、これがいいサイズですよ。これいいサイズ、これいいサイズでしょう。いい味日本。前回のね YouTube でアジング初心者なんで誰か教えてくださいっていうことを書いてたんですけどね、リスナーさんが教えてくれて、投げてただ巻きで釣れるよっていう、当たりますね。釣れましたね。アジですね。これちっちゃい。ありがとう。釣れましたね。アジですね。0.5g のジグヘッドにガルプ。はい。はい、ありがとうございます。釣れましたよ。リスナーさんありがとうございます。ガルプをね、付け直しました。ちょっと次アクションかけてみます。1、2、3、8、9、10。ちょん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 ちょ
今釣れたような感じでもう一回同じような感じでやってみます。投げて10秒1、2、1、8、9、10。感じないですか、ね、これ釣れそうでしょ。これそっ上から1メーターぐらいですかね。1メーターぐらい沈めて、おお。わあ、なんださっきのツッコミでかそうだったのに。同じサイズですね。はい、アルノミやばないほら。はい、ではもう納棺、もうじゃあラスト1回で納棺したいと思います。ちょっと風があるんで長めに。あ、いやでも今日いろいろ勉強になったっすね。まあ、釣れる時にねこう勉強するのは大事ですね。釣れない時にねしたっちゃわからんもんね。正解がわかんないんで、釣れる時にその、まあ、当たらないパターン当たるパターンって出てくるんで、正解を見つけながらねやっていけたんで今日はね良かった。すごくラスト釣らしてくれ。綺麗に締めたいよ。よいしょよいしょよいしょー、釣れたー、よかったー。これで納棺です。これからねアジング始められる方もね、僕もねアジング始めてまだ1ヶ月ぐらいで、初心者でも釣れる楽しいアジングです。皆さん一緒にアジングして遊びましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとう。